ではお天気お伝えします、はい、この週末はまた雪が降りそうですね、はい、11月に入りまして、まあ、雪の季節となっているわけなんですが、札幌11月の積雪ちょっと振り返ってみますと、初めて雪が積もったのが11月6日一時7センチまで行ったんですが、一回溶けましたよね。先週は全く雪のない状態、今週月火水と積雪状態になっていたんですが、はい、今日また0センチとなりまして、うん、溶けて積もって溶けて積もって、あ、逆でしたね、積もって溶けて積もって溶けて繰り返しているんですが、次に積もりそうなのがこちらです。週末土日月5センチから10センチくらい積もるかもしれません。ただその後また雪溶けまして、次に積もりそうなのがこちら、またその次の次の週末、あ、12月の初めですね。そうなんです、週末ごとに雪景色になりまして、さすがに月末の雪もう寝雪につながっていくかもしれません、ついに寝雪へのカウントダウンが始まりそうですね、はい、そうなんです。ただ寝雪になるまで路面状況結構複雑になりますので、足元気をつけてください。さてまず明日の天気見ていきたいんですが、明日も天気は崩れるんですが、降るのは雨となりそうなんです。上空に低気圧がありますので、低気圧を囲むような雨雲のかかり方になります。明日の午前9時以降見ていきますと、午前10時、11時、12時、午後に入りますと道東で雨、内陸では雪が混じってきそうです。夜になりますとオホーツク海側、雪に変わって吹雪そうです。札幌はほとんど雨雲雪雲かかってないんですが、上空に低気圧ありますので、急に突然湧いて急な土砂降りということもありますので、明日は傘忘れずに持ち歩いた方が良さそうです。では札幌区ごとの予報です。札幌今日は過ごしやすいお天気になりましたが、明日はお天気崩れそうですね。はい、明日の10区の予報を見ていきます。明日なんですが、雲が多くなりまして、中央区、豊平区、清田区傘マークなんですが、傘マークのない区でも急なにわか雨予想されますので、傘忘れずにお持ちください。最高気温は今日よりも4度ぐらい低くて、体感的にも寒くなりそうです。今の釧路の様子です。釧路は明日プラス9度まで上がりまして、道東では明日も暖かくなりそうなんです。明日の全土の予報です。明日は傘マークありますが、どこで急に雨が降るのか、なかなか難しい予報なんです。そして雷、ひょう伴う恐れもありますし、夜は雪に変わって積雪状態となるところがありそうです。明日の気温です。朝の冷え込み少し緩みそうなんです。ただ日中は今日よりも2度から5度ぐらい低くなりそうです。雨が降ったり風が吹くと一層体感温度下がりますので、明日は今日よりも暖かい装いでお出かけください。さてその後の札幌10日間予報を見ていきますと、週末雪が積もっても、来週になりますと晴れますし、12度の中雨が降りますので雪溶けそうです、はい、そして次の次の週末また寒気やってきますので雪が積もりそうです。そして土曜日曜にかけて全道の積雪予報を見ていきたいと思うんですが、大雪になるところがありそうなんです。濃い青は10センチ以上積もるエリア、ピンク色は20センチ、黒の山沿いは30センチ以上積もりそうですので、シーズン初めてのドカ雪の恐れあります。特に土曜日がピークとなりますので、雪の情報ご注意ください、はい、かなり広い範囲で降りそうですね。そうなんです。では全道の週間予報です。この土曜日、特に土曜日が大雪吹雪の恐れがあります。日曜日傘マーク雪マークありますが、降るのは午前中、日曜日の午後から回復、来週の月曜火曜一旦天気持ち直しとなりそうです。太平洋側は雨が降りますと翌日アイスバーンになりますので、移動は時間に余裕を持ってお願いします。以上天気お伝えしました。